どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレウクレレガズモデルを使いまして、いろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん音楽始めましょう。さあそろそろクリスマスが本当にやってくるということで、ガズレレでもたくさんクリスマスソングね取り上げてるんですけど、今日もクリスマスソングいきたいと思います。こちらドン、ポール・マッカートニーのワンダフルクリスマスタイム。この曲ちょっと不思議な感じの中、独特のこのポール・マッカートニーのこのクリスマスの世界観がすごいよく出てるね。なんかふんわりしてる、すごい不思議な曲なんですよ。1979年のリリースでございます。このステーキ曲、このちっちゃいクレレで思いっきりやっていきましょう。なんとこの曲、シンプル簡単バージョンは入門コード4つでございます。でもちょっとこの不思議な感覚というのを表現するのとか、英語ですからね。はい、ちょっとその辺はね、聞き込んでムードを高めていきましょう。さあやっていきましょう。いつものように2バージョンです。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョン。入門コード4つですよ、こちらは。C と F と D マイナーと Em7 です。はい、このコード4つで、歌えるんですけど、この曲ね結構メロディーが、あのねパートが変わるところのメロディーのねスタートの、ね、音が難しいんですよ。なんだけどちょっとほっこりした優しい曲、思いっきり歌っていきましょう。後半はかっこいいバージョン、かっこいいバージョンはかっこいい弾き方をそこに織り交ぜて表現力をもっと豊かにやっていこうと思います。かっこいいですよ、2バージョン。最後までご覧になってください。さあ皆さん音楽始めよう。音楽って聞くのも最高だけど、やる方がもっと最高。今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネルでは、今まで音楽やってみたかったけどチャンスがなかったんですという方とか、楽器に挑戦したことあるんだけど難しくて挫折しましたみたいな方が、あっという間にこのちっちゃいウクレレをこう弾いて歌う弾き語りができるプログラムがあります。このプログラムがめちゃくちゃ簡単で分かりやすく楽しくて、どんどん上達できるということで、今話題騒然。今世界中でこのガズレレで何十万人も音楽始めてる人がどんどん今も増えております。皆さんもすぐできますよ。もうちょっとしたらこのねプログラム、このリンクに、ここら辺にリンク貼り付けておきます。ジャンプしてもらって、後からね上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけで、あっという間にどんな方も音楽できるようになっちゃいますからね。 YouTube だから無料ですよ皆さん。今すぐ音楽始めましょう。じゃあこのプログラムのリンクここに貼り付けます。ここから始まります。いってらっしゃい、クリック。いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲が、このちっちゃいウクレレ一本でめちゃ簡単に弾けるようにしているレッスン動画と課題曲、すでに1700曲以上もアップロードされております。すごい量ですよ。皆さんの好きな曲もたくさんあると思います。今日みたいなね洋楽もたくさんやってるんですけど、今クリスマス真っ最中ですね。クリスマスもうたっぷり曲取り上げてます。ちょっとここにリンク貼っておくんで、他にもいろんなクリスマスソング挑戦してみてください。それではやっていきましょう。ポール・マッカートニーワンダフルクリスマスタイム。まずは初心者さん向け超シンプル簡単バージョンからやってみます。
glass and look down. Simply have a wonderful Christmas time. マッカートニーのワンダフルクリスマスタイム、ガズレレ流シンプル簡単バージョンゆっくりやってみました。なんかねこの曲すごい不思議なんですよ。あのねほっこりしてるんだけどなんかちょっと怪しい感じっていうかね、なんかプロモーションビデオというかビデオを見てもらうと分かるけど、なんかねちょっとね変な世界観、なんか変なって言っちゃいけないけどなんか独特の世界観だなと思ってね聞いていたんですけど、はい、これを思いっきり歌っていきましょう。今聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルちょっとショートカットアレンジバージョンにさせてもらってます。フルでやりたい方大体コード進行一緒なんで繰り返しのパターンが多いんですけど、ぜひちょっとチャレンジ、慣れてきたらね、フルコーラスにもチャレンジしていただきたいなと思うんですけど、その時は、今このやったシンプル簡単バージョンの、コード進行を参考にして2番の歌詞とかこう3番の歌詞とか付け加えてオリジナルの楽譜を作ってもらうのもいいと思います。まずはね今のガズレレ簡単アレンジショートカットバージョン練習スタートしていきましょう。簡単バージョンには歌詞とコード出てますんで合わせて1回練習してもらって、1個目のゴール設定としては、簡単版の動画と一緒に合わせてできたらもうファーストステップクリアでいいと思いますよ。この曲英語ですからね、とはいえでもちょっと歌いやすいかなと思うんですよ。繰り返しが多いしサビのところとか、ぜひゆっくりチャレンジしてください。で、ガズの動画に合わせられるようになった方本当おめでとうございます。じゃあ次のステップどんどん行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに皆さん一人だけで歌ってリズムを乱して音楽を生み出す、これをやっていただきたいなと思うんですけど、最初から歌詞とコードを覚えちゃうのはなかなか難しいでしょうから、最初は楽譜的なものを見てそれを見ながらだんだん繰り返し覚えていって自分の体に染み込ませて、来年のクリスマスにはもうこれ全部暗記して歌えるよみたいな、クリスマスパーティーで歌えるよみたいなのがいいと思うんですけど、はい、楽譜練習スタートいきましょう。楽譜ってでもどこにあるんですかってなると思うんですけど、安心してください。はい、今はですね、ガズがこう手書きで書いたこのノートを見ながら今、ガズは演奏していきました。ちょっと今日いろいろ書いてあるでしょ、ここに。このね、これ後でちょっと詳しくするけど、もうちょっとしたらこれこんな風に画面に大きくつして、こんな風にみんなを書いてみたらいいよということでシェアしようと思うんですけど、今めっちゃいいサービス始まってます。これです、ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日のポール・マッカートニーのワンダフルクリスマスタイムを含むガズが手書きで書きまくってきた膨大なストックのノート楽譜のデータがあります。その中から皆さんが毎月5曲、この曲面白そうやってみたいなという曲5曲お選びいただいて、お手元にダウンロードしていただいてすぐに練習開始できるよという画期的なサービスなんです。そしてこのガズクラブはですね、楽譜のダウンロード以外にも毎月2回全世界中の方が参加してくださってくれる、ものすごい盛り上がるオンライン大セッションイベント、毎月2回ですよ、オンラインクラブメンバー限定で開催していたりですね、皆さんの演奏動画アップロードできる場所があったりとか、なんかそのガズクラブだけのいろいろイベントが、限定イベントがあったりとか、とにかくここは一個の村みたいな感じで、音楽をいろんな形で楽しもう、いろんな老若男女集まって音楽をガズレレで楽しもうみたいな、そういうことになってます。これ楽譜のダウンロード以外にも一個のね、こう村作りとして動いてますね。はい、これ概要欄にね詳細貼っておくんでチェックしてください。それとはちょっと別なんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってます。このガズレレ大学はもう読んで字のごとく大学ですので、ちょっと難しいリズムのお勉強とか、このフレーズここがちょっと難しいとか、8ビートのこの16ビートのこの指使いだとか、ここのフレーズのこの指とかコードとか、そういうことをね、毎週2回のライブ配信でチャットでやり取りしながらリアルタイムで、講義を行っていくという YouTube メンバーシッププログラムという、YouTube のサービスを使っているコミュニティがあります。これもね、なかなかこれはね、面白いですよ。こっちの方もね、概要欄に入って、貼っておきます。あとはね、他にもいろいろやってるんですけど、毎朝7時半からラジオ放送をやってます。スタンド FM というね、アプリの中で、ガズラジというラジオ放送をやってます。これめちゃくちゃいい話してますから、ぜひ皆さんこれ、無料でね、いつでもどこでも聞けて、アーカイブも残ってますんで、ぜひガズラジもですね、チェックお願いします。こっちも概要欄に貼っておきます。それでは、楽譜を見ていきましょう。Wonderful Christmas Time! ポール・マッカートニーでございます。いいですね。はい。ちょっとここ見てもらいたいんですけど、ここに、
今の、ね、シンプル簡単バージョン、これ上のなんですよ。だからずっと C ばっかりやったんですけど、この下にくるっと囲ってるやつかっこいいバージョンなんですけど、これすげえ特徴的な弾き方やります。ここに1弦2とか2弦の3とか書いてあるんですよね。これ後で解説していきます。はい、ここの下にくるっと囲ったやつ、ここワンブロックコード4つなんですよ。 Dm7Em、 こんな風にして、シンプル簡単バージョン上の段、かっこいいバージョンは下の段っていう風に書いております。はい、これをこうやって写しとくので、まずはちょっとこの辺まで、書き出してください。それと、それかですね、今紹介させてもらったガズクラブで、このノート楽譜、手書きのノート楽譜のデータをダウンロードしてもらうのも今日はすごく有効だと思います。これ英語が結構何気にね、たっぷり入ってます。で、ガズのノートの特徴はこの点でリズムが分かるというのが特徴的でございます。これがすごい参考になると思います。はい、じゃあここからここまで2回目のサビまで写しておきましょう。はい、ちょっと言葉詰まってますね。もうコードとこの歌詞が多いからね、見た目がもうものすごいことになってますけどね、これね。はい、でここがですね、なんかこの不思議な B メロって書いてありますけど、ザカマチデンティングソン、この辺のところのねメロディーが難しいんですよ。ここか、ここのね、ここのディーンドンディーンドンのメロディーもね、このここの流れから来るとね、ちょっと音が探しづらかったです。ウォー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 、はっはは、これすげえ独特。はい、この B メロをやって、でまたここイントロ、イントロ A に戻る。イントロ A っていうのはこの1行ですね。はい、ここに A って書いてある、この、タイミングというか、この下に書いてある、これをかっこいいバージョンでやって、今度また今度ね、まあ、3番というか、はい、ここに入っていきます。はい、でここをやって、そしたらまたここから繰り返すんですけど、ここ見てサビを3回繰り返します。3回っていうのはどういうことかというと、ここにサビあるでしょ、これで1回2回3回というカウントですからね。はい、1,2,3 回やって、で最後のこのラストのエンディング、ここラストになります。はい、おーこれおー言って、最後にフォークリスマスタイム終わった。これがガズレレ簡単版アレンジになっております。はい、これをまずやってみましょうということですね。はい、じゃあ出てくるコード見ていきましょう。ほらちょっと見てよ、これこれ赤く囲ってるのはかっこいいバージョンで出てくるコードなんで、これここ隠しますよ、人も。そしたらほら C と F と Dm と Em7、 やったー、これ入門コード4つなんですよ。一応すごいですよね、この曲この4つでできるんで。はい、でちょっと今日ここは赤く囲ってる、これは後半やるかっこいいバージョンでこのコードを使うよってことなんですけど、これも入門コードのグループなんですよ。今日だからこれ全部かっこいいバージョンも含めてめっちゃ入門コードばっかでできますよということで、今日まとめて紹介です。はい、今映ってるこの6個のコード、このグループガズレレ必須コードのグループでございます。このガズレレ必須コードつのは一体何かというと、このちっちゃいウクレレで音楽始めたいなと思った方に一番最初に覚えてもらいたい入門コード10個のグループ。10個もあるのかと思うかもしれないんですけど、入門コードだから1個ずつ見たらどれも簡単。だけどいっぺんにボンと覚えようと思ったら頭がごちゃごちゃになるんですよ。そこで私がめちゃくちゃ皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃうように、めちゃくちゃわかりやすい解説動画撮ってます。はい、ここのね、リンク先行って10個のコード、頭にスイスイ覚えられるようになってますんで覚えていきましょう。今日はそのうちの6個が出てくるよということでございます。はいはい、そういうわけで、ここからかっこいいバージョンの解説に入っていこうと思うんですけど、まあこれ英語の曲はですね、いつも言ってることなんですけど、なんていうの、しっかり歌おうと思わない方がいいですね。聞いた感じのイメージでモノマネする、これがガズはすごくおすすめしたいことでございます。雰囲気とかムード、ただし歌詞の内容は和訳とか読んで、その心はね入れといた方がいいと思うんですよ。最初はだから言葉単語を読んじゃうと、ババッとこう歌う時に入らないんですよね、日本人的な感じだと。だからこう言葉のムードを聞き込んでモノマネ、これがおすすめですね。ちょっと難しかったらニャニャニャンとかからでもいいと思います。まず歌うっていうのが大事だと思いますからね。はい、そんなことを踏まえながらもかっこいいバージョンの解説入っていきましょう。かっこいいバージョンはさっきも言ったように Am と G7 が加わってね、コード6個になりますけれど、まあさっきも言ったように簡単コードばっかりですから、ここは安心してください。で今日ね、突筆すべきはリズムです。今日はいいリズムいっぱい出てきます。今日3つのリズムでいきます。はい、こちらドン、つまみ弾きとガズペジオとメインとなるリズムは16ビートプラス疾走ビート、このね今日特徴的なリズムなんだよね。はい、今映ってるこれはこのつまみ弾きはちょっと一回置いといたとして、つまみ弾き以外の弾き方はここにちょっとリンク貼っておきましょう。解説動画、このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレのホームページの1枚で、その中にそれぞれの濃厚解説動画がアップロードされておりますので、じっくり見て体に落とし込んでいってください。でちょっと今日はね流れで解説していこうと思うんですけど、まずねちょっとその前に今日はメインになるフレーズっていうのはあるんですよ。じゃあちょっとこれ今日メインになるこのコード表のこのテロップを見てください。まず C って書いて、その次に1弦の2って書いてあるじゃないですか。これ C を押さえたまま1弦の2を押さえてください。ここですね、コードネームを言うと C メジャー7なんですけど、今日はちょっと統一するためにこういう風に書いてます。で次は C の後に2弦の3フレットって書いてありますね。 C を押さえたまま2弦の3フレットってここですよね。
こういう風にフレーズを弾いていくんですよ。ちょっと流れでやってみます。こうです。せーの、 C、C、 1弦2フレット、また C に戻って、今度 C 押さえたまま2弦の3フレット、わかる、ここ2弦の3フレット、ここ押さえてます。はいはいはい。じゃあ次のプロク、ここ C 弾いたら今度1弦の5フレット、また C 押さえて7フレット、これを繰り返すというあのコード進行です。もう一回 C、C、 1弦の2フレット、 C、C 弾いたまま2弦の3フレット、 C 弾いて今度は1弦の5フレットいって、 C 弾いてから 7フレット、はい、これが今日いっぱい出てくる面白いリズムというかコードのメロディーというか、これをやっていきます。この中でいろんな弾き方を使い分けていくということなんですけど、まずイントロからこのフレーズが出てきます。そして今回イントロのところだけつまみ弾き、これをやっていこうと思います。ちょっと最初デモ演奏しますよ。せーの、3、はい、こんな感じ。つまみ弾きっていうのをね、ちょっと見て。薬指を1弦、右手ね。中指2弦。人差し指3弦。親指4弦をやって、こう、1、2、3弦は指を下に入れます。親指だけ上。で、こうつまみ上げる感じ。これで、パッ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 、アクセントつけます。タッ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 。今 C だけで弾くと、タッ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 。これでちょっとあのキーボードというかシンセサイザーみたいな感じの再現してます。ちょっともう一回さっきのこのフレーズ弾いてみましょう。せーの、 C から1弦の2、また C 戻ったら3弦の、あ、2弦の3フレット、 C って5フレット、 C って7フレット、はい、かっこいいでしょこれ。はい、でこれの次はこのコード、ワンブロック4つの応酬になります。これもつまみ弾きで前奏はやります。これは要はこの1個の F、 最初 Dm、Gm、Em、Am、この Dm、Gm それぞれに2回弾いていく感じ。 Dm、Dm、Gm、Gm、Em、はい、これをつまみ弾きで弾きますよ。はい、イントロはこのつまみ弾きであのムードを出していきましょうという感じでございます。そしてこっからメインのリズム、The Mood is Right、 これ歌が入っていくんですけど、ここからのリズムがね結構今日も特徴的で、16ビートと疾走ビートですね。これはね、細かく言うと8ビートのノリにほぼ近いんですけど、やっぱワンブロック16回弾いてるんでこんな感じです。軽やかに、ちょっと跳ねてる感じ、軽やかな。でこれでさっきのフレーズですからね、1弦の2、C に行って2弦の3、C って1弦の5フレット、 C って1弦の7、はい、このリズムでこのフレーズを動かしながらしかも歌っていく、結構脳トレだと思うんです。ちょっとじゃあ歌う1番歌ってみましょう。 The mood is right、 1,2,1,2,3,4 Mood is right, dance, dance, speed it up、 2弦の3フレット、 Here tonight、 Not enough、こんな感じです。そしてまたこのシンプリサビのところ、シンプリハービングのところも、今度ワンブロックコード4つなんですけど、これも疾走ビートと16ビートのやつで、シンプリハービング、ワンブロッククリスマスタイム。わかる？ここちょっと忙しいですけど。アクセントが後ろに来てるの。ドゥンダカ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 。はい。これが疾走ビートの特徴でございます。16ビートプラス疾走ビートでここの雰囲気、ちょっとこう本当なんかウキウキ気分が出せるように、ちょっともう一回 A メロとサビを、 A メロ1番とサビを歌なしでやってみますね。 感じ、これはテクに相当柔らかく使って体でこうリズムをねルンルン気分出してちょっと跳ねてるリズムっていうのが特徴になります。そしてですね、ガズが言うところの B メロ、ちょっとムードが変わるところ、せーの、3、はい、ジャックパッドチルデンジンデンソン、この後ディン
ドンディーンドンっていうところなんです。ここはガスベジオ、ディーンドンディーンドンディーンドンディーン、ここ気づいたフレーズが入ってるんですよ。ディーンドンディーンドン、2弦の0303ってやってんの。ちょっといきますよ、よく見てて。ここ1 2 3 4、ディーンドンディーンドンディーンドンディーン、こんな感じです。ちょっとこれ余裕出てきたら、ディーンドンディーンドンドン、はい、2弦の C 押さえたまま2弦の3割とこう押したり離したり、ぜひこれもちょっとやってみる。これ効果結構絶大なんで、ここでガスペジオの弾き方になりますということです。そしてあと繰り返しになるって同じフレーズですね。で最後の、エンディングのラストのおーおーおーのところも、疾走ビートと16ビートこのねリズムはね、独特のこう疾走感というかね、それこそこうトナカイさんがこうパカ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 この走すなんか空を走っていくみたいなイメージであるといいと思うんですけど、楽しそうだ。はい、この跳ねてるリズムの16ビートの疾走ビート、疾走ビートがちょっと今日はこれ難しいかなと思うんですけど、この感じがね何気に良かったんですよね。あとこの曲はそのシンセサイザーみたいな音もすごく効果的に出てるんですけど、ちょっとウクレレ一本でそのムードはさすがに難しいけど、イントロで、ね、そのつまみ弾きでそのちょっとこの香りを残してるというようなアレンジにしておりますので、世界観十分にこう自分で、この曲本当不思議なんだよね。なんかその不思議感をねもう体現しながら、歌っていくのがいいかなというふうに思います。でやっぱこの歌詞を読んでみると本当なんかねハッピーな曲ですよ本当。はい、このムードをねやっぱこう演奏にもこう落とし込んで、クリスマス気分高めてこう体でリズムを生み出して楽しく演奏していきましょう。さあ、それではやっていきましょう。ポール・マッカートニーの Wonderful Christmas Time。ガズレレ流かっこいいバージョン。やってみる !1、2、3、4。クリスマスタイムガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。いやもう独特のこの世界観、ポール・マッカートニーの1979年のその時代感という感じなのがなんかね、ガズはちょっとすごい不思議な曲だなという印象を受けました。その感じがまた演奏で出せるとまた楽しいかなと思います。この曲は英語の曲なんですけど、比較的英語の曲の方では簡単にできるんじゃないかなというふうに思ったりもします。で、ちょっとやってみてください、皆さん。楽しく音楽していきましょう。そしてお知らせです。皆さん、スマホとかタブレット持ってくる方、これ入ってますか？ガズレレでリリースしているアプリがあるんです。ガズレシピというアプリ。
これがめちゃくちゃ便利な、あの楽譜が見られるサイトなんですけど、すっごい見やすい楽譜で、簡単バージョンとかっこいいバージョン両方の表記があって、あとメトロノーム機能とか、あとね、画面が自動スクロールしたりとか、すごく多機能な、アプリになってるんですよ。これにですね、新たな楽曲が40曲追加されましたよというお知らせでございます。今すぐにですね、皆さんスマホとかタブレットにこのガズレシピ、検索していただいて、インストールお願いいたします。これ楽しいアプリになってます。無料版ですけど、中でいろいろ有料の楽譜を変えたりすることになってます。無料版がありますんでね、ひとまずはダウンロードとかインストールをお願いします。そしてこの、アプリで使用している楽譜がなんと本当の本にもなっております。リアルな本ですよ。これはガズレレが出版している本でございまして、この後紹介するリットミュージックの本とはちょっと違うやつで、こっちはかっこいいバージョンのね、さっきも言ったけど、あのガズレシピっていうのは簡単版とかっこいいバージョンの両方の表記があるっていうところがちょっと特徴的でございます。これはですね、もう大絶賛 Amazon でご購入いただけるような状態になってますので、ちょっと Amazon 内でガズレシピと検索してみてください。そしてガズレレではですね、日本の最大の楽譜出版会社リットミュージック社さんより、こういうね、楽譜、簡単楽譜の、出版をしております。今4冊出てるんですけど、これがものすごいベストセラーになってまして、ありがとうございます。この4冊で累計16万部を超える、すごくヒット商品になってるんですけど、やっぱり、ね、簡単でとにかく分かりやすいっていうのが特徴です。この本はですね、もう大型書店さんとか楽器店さん、もちろんインターネット書店さん、 Amazon とか楽天ブックスさんとかも置いてあります。これは本当におすすめですね。初心者さんはまずはこれを、ゲットして練習していただくのがいいと思います。その他にガズレレではいろんなグッズもリリースしてます。このストラップとかキャップはハニーさんのハンドメイドだったり、これについてる水引きなんですけど、これ私の両親が水引き歴もう50年以上の大ベテランが作って手作りものだとか、まあいろいろそういうこともあったりとか、まあこのガズレレのホームページ見ていただくと大体のことわかると思うんですけど、とにかくいろんなことやっております。このウクレレもね、毎月後半にね、予約注文とか受け付けて、またそれもね、 YouTube でもアナウンスしてますけど、とにかく山盛りガズレレのホームページをご覧になってください。さあ皆さん、楽しく音楽やっていきましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がもっと最高。ガズレレ YouTube チャンネルと、最近ではね、鍵盤楽器、ピアノでもガズレレのやり方でやったらものすごく面白いよっていうね、ガズピアノという、YouTube チャンネルも始めてます。こっちもめちゃくちゃ簡単でめっちゃ面白いんで、これもね、ガズピアノぜひ、探してみてください。楽しく音楽やろう。それじゃあ皆さん、さよなら。